脱成長をおっしゃる方々っていうのは気候変動によっていうのはもう産業革命のそういうの産物であると、で人新世という時代が来たのだというふうに言って、もうあと世界が何年かで終わってしまうと、文明の終わりで人類の終焉が来るみたいなことを言ってるんですけども、実際にどうなってるかっていうことを、まあこれデータを見ていただくと、まあこれは1920年代から、現在までのその、死者数というのを見てるんですけども、明らかにずっと下がってきてるわけですね。なんでこういうふうになってるか、つまりグレタさんがすごいたくさんの人が死んでいると言ってるのは一番この端の部分になるわけです。確かにたくさんの人が死んでいて、まあこれは問題なんですけども、もちろんだけど、それはどんどん良くなってる、良くなってる状況で、今まだそういう犠牲者が残ってるという状況なわけです。要するに豊かになったので防災対策ができるようになった、でみんな頑丈な家に住むようになったわけですね。まあそれから災害に対する知識とかいったものも向上しましたから、このようにずっと死者数が下がってきてるわけです、経済成長することによってなんか温暖化の被害が大きくなるんじゃなくて、経済成長することによってその被害はむしろ抑えられるわけですね。あと10年で地球が終わるとか人類は滅亡するといったような主張っていうのは、それはありえないことだというふうに私は本の中で強調してるんですけども、そういうふうに言うと温暖化否定論者だろうと、なんと非科学的なことを言っているんだというふうに、大体温暖化終末論者は反論するわけですね。そうじゃないんです。温暖化の大きな影響を受けるのは基本的に農業なわけですね。確かに大きな影響を受けますけども、温暖化したことに対応して作物を変えたりすることもできますし、それほど極端な影響を受けるわけではないわけですね。でその農業っていうのは経済全体に占める割合はどれくらいかといったら、これ先進国だと本当にもう何パーセント1割以下ですけども、途上国でも1割強に過ぎません。結局温暖化の被害っていうのは、GDP の 5% 程度、世界の GDP の 5% 程度になるというのが一般的な推計です。一番大きくてもそんなものだというものです、温暖化で世界が滅亡するとかそういった主張っていうのは一部の、極端な人たちが言ってるだけであって、普通の温暖化脅威論者、私もそういう意味ではそれに入りますけどもはそうじゃない、温暖化は確かに問題だけども対策を取ったらなんとかなるよというのが、圧倒的に多い。だから温暖化自体に本当に関心があるというよりは、こういうものを使って、人を説得したいという、その材料にしているという感じですね。メシウマなんです。メシウマなんです。メシウマなんです。もう絶対そうですよ、はい。そこはまたね、面白いことにその商売になるから、商売でやってる人が結構いるんですよ。だから温暖化も巨大ビジネスですから、もう SDGs とかになっちゃいましたから、素晴らしいビジネスですよ。もうみんなレインボーのバッジつけてるじゃないですか、つけてる人いっぱいいるからあれですけど、もうあれ見た瞬間にちょっと割引きますもんその人のねパーソナリティを割引くアイデンティティみたいな感じなんですかね、その自分がそういうスタンスを取ってるっていうことが。これでも当分は不可逆的ですよね、この SDGs、気候変動の話って続きますよね、だからなんか新たな利権を作り出すというか、新たなそういうそのレフトウィング的な利権ができてくるっていう、ことでしかないのかなっていう。だから別にそれは好きな人それやればいいし、と思いますけどね。全然だって、いやエコバッグとか、いやなんかエコバッグの話この間なんかのブログかなんか出てて面白いなと思ったんだけど、そのレジ袋を減らしたらゴミが増えるみたいな話があって、海外でしたけどもありましたね。実際その小さいパッケージが増えて、廃棄量が増えたっていう、データとか、ホームレスの人たちが実はレジ袋に用を足していて、それをぶちまけるようになっちゃって環境が悪化したとか、いろんな話が、確かにそんな風に使われてたんだ、確かにそれはそうだなみたいな、なんていうか、レジ袋なんていうのは全体のプラスチックゴミの 2% に過ぎないわけですけども、それだけのある意味極端に言えば税金をかけてるわけですよね。でもそれをやってなんかそもそもどういう効果があるのかって全然検証されてないのに、なんかエコで、あれはでもね、僕は小泉さんの、プロパガンダだと思いますよ。あれが要は環境省で今まで一番バズった出来事らしいです。レジ袋廃止が、環境省以来、省ができてからってことですね。省できて以来の一番の大ニュースらしいんで、いや彼はやっぱり親父譲りで言葉が強いんですよ、言葉がうまいんですよ、あれは僕は彼流のパフォーマンスだと思ってます、
よほどのバカでなければ、あれが何の役にも立たないことは分かってるはずですよ。分かってると思いたい。いや、分かってきてるんじゃないですかね。だからマインドセットですよね。だからその小泉さんのそういうプロパガンダとエコに対して気を使おうっていうところへのコストってことですよね、あれって。ああいう形のなんだか分かんないけど自分たちが頑張ってるっていうアピールができるようなことで無駄に手間を増やすような規制っていうのをどんどん増やすっていうのが今のなんていうか、まあだからその環境省の利権っていうのはそれです。